東京 N501Y160 人2番目の大佐小池都知事小規模施設にも休業協力求める群馬の山火事鎮圧火元民家から1位対3回目宣言延長やワクチンについては宣言短期集中公園閉鎖やネオン消灯も病棟の建設現場で床抜け転落1人死亡済みだ天気明日は全国的に過ごしやすい陽気に IR 汚職秋元被告の知人男性が出廷早期発見へ都内の大学でモニタリング検査全国で新たに5041人感染50人が死亡 JAL 機内の座席など抗ウイルス抗菌に荒れ果てた神社立ち上がった意外な人たち両陛下初めて緑の式典に出席水族館で泳ぐタチウオ展示22年ぶり因果関係評価できない接種102歳死亡ゴールデンウィーク空の便予約数コロナ前の4割程度に大分県での東京オリンピックの聖火リレーは最終地点となる大分市の祝祭の広場に到着し全ての工程を終えました大分県内の聖火リレー最終日は玖珠町からスタート臼杵市では古式泳法の臼杵山内流のメンバーが川を泳いで聖火を運びましたそして大分市に入り最終地点の祝祭の広場に広場内では大分県出身の俳優石丸健二郎さんから最終ランナーの指原莉乃さんへと聖火がつながれました指原さんは広場内を走り終えた後聖火を聖火皿へ大分県内全市町村を180人のランナーがつないだ聖火リレーは無事に全ての工程を終えました。